こんにちは、エフランクビールメンの浜です。今回するお話は27歳未満の若い人たちにおすすめの仕事、自衛官候補生のお話をしたいと思います。私は転職が多くて、高校を卒業してから自衛隊とか不動産営業、トラック運転手、警備員などね、いろいろやってきましたが、一番楽だったのが自衛隊です。自衛隊に戻れるなら戻りたいです。でもね、年齢がオーバーしてるんで、もう試験受けれないんでね、自衛隊に戻ることはできません。そこで現在27歳未満の皆さんにお勧めしたいと思います。私は高校を卒業してすぐ自衛隊に入ったので、民間企業で社員として働いた経験がありませんでした。自衛隊に入ってみたら厳しい訓練の毎日かなと思っていたら、基本的にね、暇な日が多いです。倉庫整理をしたり、何かを整備したり、運動したりですね。それでね、あんまりやりがいとか感じられなくて、2年間なんですけど、1任期で退職しました。自衛隊を退職してから民間企業で働いてみたら、想像以上に民間企業は厳しいです。ノルマがあったり、きつい作業があったり、いろいろ経験しました。自衛隊を辞めてから自衛隊の良さに気づきました。自衛隊でね、働いてるときは気づかないもんなんですよ。辞めてから自衛隊の良さに気づくんです。簡単な表、1、約30年前、今47歳なんで、大体30年前ですね。18歳でエフランク高校卒業。2、エフランク高校卒業後、陸上自衛隊に入隊。この頃はバブル景気の終わりの頃なんですが、自衛隊に入隊する人が少なくて、健康なら誰でも自衛隊に入れた時代です。自衛隊に再入隊してくる人もいました。私と同じ駐屯地で、自衛隊を1任期で退職して民間企業で働いていたけど、民間企業を辞めてまた自衛隊に戻ってくる人が結構いました。当時は1回辞めたのに、なんでまた自衛隊に戻ってくるのだろうと不思議に思っていました。高校を卒業して自衛隊に入隊。自衛隊を1任期とか2任期で辞めて民間企業に就職。で、民間企業を辞めてまた試験を受けて自衛隊に再入隊してくる人がね、部隊に何人かいました。あとは普通に高校を卒業して民間企業に就職して民間企業を辞めて試験を受けて自衛隊に入隊してくる人もいます。民間企業を経験してから自衛隊に入隊した人は自衛隊を辞めません。民間企業の厳しさを知っていて、自衛隊の方が楽だからです。私のように高校を卒業してすぐ自衛隊に入隊すると、民間企業の厳しさを知らないので自衛隊を辞めてしまいます。3、20歳の時、1任期、過去2年間ですね、自衛隊を退職しました。退職後はトラック運転手、機関工、鉄道のレール溶接、警備員などの仕事を転々としました。警備員の仕事をしていた25歳の時に、民間企業は厳しいから自衛隊に戻ろうと思って自衛隊入隊試験を受けました。ここで自衛隊を辞めてまた自衛隊に戻ってくる人たちの気持ちがわかりました。民間企業は厳しいからみんな自衛隊に戻ってきたんだなぁと理解しました。この時はね、バブル崩壊後で世の中不景気で自衛隊が大人気で倍率がすごかったです。入隊試験は落ちました。現在は少子化で自衛隊入隊希望者が減少しているようです。チャンスだと思うので自衛官候補生の試験を受けてみてはどうでしょうか。おすすめは航空自衛隊です。やっぱり広い基地がいいです。狭い駐屯地は息苦しいし、何もなくてつまらないです。陸上自衛隊や海上自衛隊はやめた方がいいです。陸上自衛隊は狭い駐屯地が多いです。海上自衛隊は艦艇勤務になると長時間狭い船の中にいるのはつまらないと思います。採用枠があるんですが、航空自衛隊の採用枠は少ないです。一番採用枠が多いのが陸上自衛隊です。陸上自衛隊に行くことになったら、ヘリコプター部隊を希望した方がいいです。ヘリコプター部隊の駐屯地は広いです。
海上自衛隊に行くことになったら艦艇勤務ではなく航空隊のある基地勤務を希望した方がいいです。航空隊の基地なら大抵米軍もいるので広い基地です。入隊してから最初の約半年間の訓練期間中は20人部屋、30人部屋の大部屋ですが、部隊に配属になったら基本的に6人部屋です。数年間は大社で共同生活だけど、結婚して許可が出れば安い料金で官舎に住めます。官舎でなくても民間の賃貸住宅を借りて夫婦で住んでる人もいました。住宅手当、扶養手当もつきます。独身でも3層になったら外にアパートを借りてる人もいました。こう内緒で借りているのか許可をもらっているのかはわかりません。災害派遣や海外派遣に行けば手当もつきます。年給もしっかり消化できます。夏休みを2週間取ってる部隊もありました。風邪をひいたら自衛隊病院に入院できます。私が39度の熱を出した時は自分のベッドで寝てれば治ると思っていたら、車で自衛隊病院に連れて行かれて5日間ほど入院させられました。病人にとっても優しいです。自衛隊は定年が早いです。普通の自衛官なら、だいたい54歳で、定年退職して再就職先を探すことになります。定年前に資格を取る支援をしてくれます。再就職先も紹介してくれます。私が働いているビル管理会社にも自衛隊を54歳で定年して設備係として入社してくる人が多数います。定年前の就職支援で電気工事士2種やパソコンの資格を取らせてくれるそうです。試験勉強はね、自分でちゃんとやらないとダメです。自衛官は退職金もいいんですが、退職金の他に54歳で早く定年退職する自衛官のために若年定年退職者給付金というね、給付金ももらえます。これはね、ネットで調べてください。これどういうお金なのかね、結構ね、いいですよこれ。あと定期貯金の利率はすごくいいです。防衛省共済組合に定期貯金すれば利率が現在は約 1% ぐらいです。約 1% だけど民間の銀行よりは全然いいです。私がいた約30年前は利率が 5% ありました。全然定期貯金していませんでしたけどね。こう給料がね、手取りで10万ぐらいしかなかったんで、定期貯金に回せる余裕がなくて定期貯金はできませんでした。だいたいこんな感じですね。あとね、私が自衛隊にいた頃は海外派遣とかなかったんですよ。あと災害派遣も少なくて行ったことがないですね。もう海外派遣があればね、行ってみたかったですね。今はね、こう海外派遣とか災害派遣も多いので、こうすごいやりがいのある仕事だと思います。最初ね、給料は安いけど、長く勤めていれば手当もちゃんとつくし、給料もね、少しずつ良くなっていくので、あと退職金もいいです。倒産もありません。だからね、こう27歳未満の人は、自衛官候補生の試験を受けてみてはどうでしょうか。今回はね、そういうお話でした。ではまた。